服部幸です食育の時間ポッドキャスト新年度新学期を迎えましたこの食育の時間も新学期ということでもう一度基本に戻ってお話をしていきたいと思います今回は食育基本法についてです、えー、食育基本法とはどんな法律なんでしょうかねこれは日本の国民が食というものを通じて 健康で楽しい人生を送るための法律なんですよね、職域基本法が成立したのは2005年、平成17年の6月の10日でございました、ちょうど5年前になりますね、あの成立したときは本当に嬉しくてですね、衆議院、参議院、この両方を通してできた議員立法で作られた法律なんです。 えー、しかし、衆議院で反対派に会いましてね、この法律なんか通せないと、食べ物のことぐらいでね法律なんか作るというのはおかしいとかいろいろ言われました、ですけど、まあ、今となってみればですねうんいい思い出かなとうん、ですけど、やっぱり食というものは非常に重要だということも、当時反対してた人も今はです、ね、うんやっぱり大事だったねって言って、ね、納得してくださってますよね。 成立の1年ほど前に自民党と公明党から法案の提出がありましてね、それまでの道のり大変でしたよ。まあ他の部署からもいろいろ、あの、ね、政党からも、まあ反対意見が出てきたのをまとめてね、じゃあ衆議院のね、委員会の中でね、あの反対意見をね、全部こなして、政党意見に持ってってくれとかいろいろね、頼まれましてね。まあ、その結果、 まあ今があるといいうわけでございます、えー、私が「食育」という言葉を知ったのはですね実は地域、特育、体育という日本の教育3本の柱がありますよね地域これは、ね、知識だとかそういうことが必要だよと特育これは道徳のような、ねうん、人を思いやる心だとかそういうものが必要だよと体育これはね体操というもの まあ、体を動かすエクサ,サイズというのは必要だねとこの3つがきちっとして初めてです、ね、教育になるとこういうことだったんですけども実は私は、ね、どうもこの地域特育体育がうまく機能していないなと、うん、少なくても今から二十数年前にそれを思いましたどうしてだろうなというふうに思っていたんですねそれでちょっとうちで調査をしたんです 入ってきた新入生にですね、君たちの一週間の食事日記を提出してくださいよと言って提出させました。そして、出てきたもの、一週間分朝昼晩のね、みんなの朝食抜いてる人とかね、ダイエットしてる人たち、随分いたもんですからうん、数字を知りたかったんです。その結果分かったことは、ほとんどの人がどれかに引っかかってましたね。 これはね、職のプロになるためにうちの学校を選んだはずの人がね、こういうことをしちゃまずいよねと言って聞かして、私はですね、えー、2年間、どういう状況になるかというのを見守ってました。さあ、卒業前、えー、また1週間の食事日記を提出させたんです。そして、えー、2年前のやつと比べたんですね、どのくらい改善したんだろうなかなということでね、その結果、 なんと、たったの6%しか改善してないんですよね。びっくりしました。なぜだろう。生活習慣というのは一度決まっちゃうとですね、どんどん悪い方向に行くんですね。それなかなかね、改善はしにくいしうーん、何か大きいことがあって、大きい病気でもすればね、うん思い当たれば。 うんなんとか改善しようと思う気持ちになるんだけど、普通、一番、ね、体が、ね、伸びてるときですし、ね、健康な時の人が多いんですね、そうすると、ねまあ、そのくらいのことでいいわ、そのくらいのことでいいわって言ってる間に、実はガタガタになっちゃうということが分かってきたんですね、それで、じゃあ何歳ぐらいから、ね、こういう生活習慣っていうのをつけるべきかということを研究し始めたのがきっかけでした、そこで分かったことは、地域、特域、体育だけじゃだめだと。 これに食育というね、食を続いた人間教育をくっつけない限り、地域、特育、体育がうまく生きてこないということを感じたんですね、そこで私は食育という言葉を使い始めたんです、ところがですね実は食育という言葉はもう明治時代にあったということが分かってきました、石坂左っという人とかね、これ、福井の方ですけどね、お医者様で、この方がね、地域、特育、体育。 食育ところがそれをですねなんかだん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 少なくしちゃったっていうのが今の現状みたいですねで当時の食育って何かっていうとね体力をつけて戦争に勝てるようにみたいなそれのためのね食育だった今事情違いますもんねですからうん生活習慣病にならないようにっていうようなことでねそれとか若い頃にね栄養のバランスが崩れちゃった その方が痩せててきれいに見えるとかね、そういうことでファッショナブルな部分からつながってきてておかしくなってきてしまったというのはずいぶん多いんですね、えー、ぜひそういったものを改めるためには小さい頃からの食生活というものをきちっとですねやっぱり親が子供を育てるときに一って聞かせながら、ね、育てていかなきゃダメだめだということが分かってきたわけですよ。そこで 食育というのは絶対必要ですよと、この法律がないとです、ね、今、どうも悪い、ね、事件も多くなってきたと、うん、その辺、歩いてると急に、ね、包丁を取り出して刺しちゃったとかです、ね、因果関係のない人たちが傷つけられているということがずいぶん増えてきたんですね、どうしてだろうと思っていたんです、やっぱり、ね、食卓で、ね、君、姿勢が悪いよ、橋、ね、の使い方おかしいよ、まずいただくときにはいただきますと言いなさいよ。 食べ終わったときにはごちそうさまって言いなさいよ、こういうことを不思議ね我々はねおじいちゃん、おばあちゃん、そしてお父さん、お母さんに言われながら育ったんですね、これがねすごく重要なんですね、ところがね今はそんなことをね顎に手ついてても何してようが、人前でね適当なこと言ってようがねぐしゃぐしゃの人前でもを食べてようがね何も言われないで育っちゃってる機会が多いんですね。そうなってくると 人から注意されるとムカつくようなんですね、そして最終的には、ね、包丁を持って相手を刺しちゃうとかね、悪い、ね、凶悪犯罪にもつながってきてしまうということも分かってきたわけです、ですからやっぱりね、地域、特育、体育という以前に、食育をきちっとつけて、学校に入る前にですね、そういったことの習慣をですね、きちっと作り上げないと、どうも年をとってから分かると言っても分からないということも分かってきたわけですよ。 だから、えー、この食育ということをですね、法律にしたかったというのが実際のところです。それで平成17年2005年の6月の10日にですね、法律が成立しましたというわけでございますね。えーまあ、そんなことで、この食育基本法の理念を実施段階としてわかりやすく具体化したのが、食育推進基本計画なわけでして、この食育推進基本計画は、 今年度、平成22年までが第1段階の5年間の区切りなんですけれども、この先、平成23年以降の5カ年計画というのは今、検討中でございます、えー、本当に数日前にですね、これの担当大臣、福島さんなんですけれども、会ってまいりまして、今後、推進会議を開く前の段階として、どこをポイントに今後やっていくべきかという。 意見調整というのがされましたので、私も意見を言ってまいりました、やっている最中でございます、そしたら海外の方が、ね、非常に興味を持ちまして、ね、実は去年の4月の28日にです、ね、韓国が職域基本法に近い法律というより、まるで、ね、文章は日本から、ね、渡した文章をそのまま使っちゃったんですね、できちゃったんですね、ですから非常に関心を持っています。 それで今度、今年ですけど、僕にですね、それの指導に来てくれということで向こうの農水省の方からも話が来てますんで、まあ、こんなことで、どこまでね、この法律が外国にも広げていけないかっていうのをちょっとね、興味を持ちながら私も今、活動している最中でございます。ということで、食育の時間、服部幸雄でした。